省営食品工業は21日、コンビニやスーパーのプライベートブランド、PB 商品として出荷している、チョコレート菓子を、最大212万1000袋自主回収すると発表した。製造設備の一部であるゴム片が混入している、恐れがあるため。対象は、ミニストップオリジナル菓子きなこチョコクランチ37グラム、量味100セホワイトクランチチョコ64グラム、 ローソンセレクトイチゴクランチチョコ46グラムなど7種類、すでに店頭での販売を終えたものもある。これまでに2件、1センチ角のブロック状のゴム片が入っていたと、客から苦情が寄せられたが、健康被害はないという。商品を着払いで送れば、代金を返送する。問い合わせは、フリーダイヤル0120-041865。